反渗透法草案修正通过。曽我前立法委員長は反浸透法の可決成立を明らかにしました。与党民進党はそれは国家の安全保障のためだと強調しました。共産党の浸透を保護し戒厳令と白色テロの名義で反浸透法の審議を歪曲した。国民党は常に国家の安全保障を言い訳にしている。反浸透法の規定ではいかなる人も海外の支持または資金援助を受けて選挙に立候補すること、選挙罷免法、公民投票法、政治献金などの規定に違反する行為を行ってはいけないと明記されています。違反した場合5年以下の有期刑に台湾元1000万元の罰金が科されます。国民党は憲法解釈を求めるとし、表決に参加せずにマスクを着用して立法院で座り込みを行って抗議しました。反浸透法が公布される日から施行されます。